仏様にご飯やったの？仏様にご飯。今あげた。うん。あんた忘れる件教えてあげないか。どこ、のむちゃん？のむちゃん忘れるわけじゃないでしょ。あんたのもの忘れとって、のむちゃんのものは忘れ。お茶とおとご飯は。絶対に忘れた。あれがないな。これがうちはそこにあるのか。うちは？うちはここにある。寒い言ったの。さっきまで暑い言ったの。なんで寒い。さっきまで寒い言ったの。寒い言うのは体。寒いのは体で手は熱い。そうよ。手も体で。口でやめてや、もう唾がすっけ。もうええで、減らさんって言ったので腹減るで。あんな今日は考えて明日の朝も下に初めて、もうひろこがこんまい時にご飯食べるぐらいな時に連れてきたらピー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 泣いて、でご飯食べるって、あんたそれだけ口入れてやるん、食べるじゃけん、もうちょこっと、まあ、例えばこれぐらいじゃな、これ集めたぐらい、だこれぐらい入れたってあんた食べるって入らへんぜ、みっけんな食べるじゃけん。花火を見に、父ちゃんが花火見にあのダムへ連れて行ったんよ。そしたらおとろし、おとろしんじゃったろうな。わー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 泣くんよ、二人のものが。一人泣き出したら、もう一人も泣いて。けいこと、ひろことは、うわーわー、もう連れてきちゃらへん。言って、お父さん。怒った、そうやったって怖いんよ、どん言うっていうのが子供には。